ホイップクリーム、ホイップクリームは泡立て器やハンドミキサーを用いて空気を多く含んで軽くなるまで泡立てられた牛乳から作るクリーム。ホイップクリームは甘みを加えることが多くバニラの香りが添加されることもありシャンテリークリーム、クレームシャンティーと称されることもある。ただし日本語ではこうした 本来の意味のホイップクリームの材料となるものをスミオクリームと呼び、それに対して牛乳ではなく植物性油脂から製造する代替品、口実のイミテーションをホイップクリームとし呼び分けることがある。英語のホイップはムチを意味する名詞、ムチ打ちの動作を意味する動詞であり、その過去分子形であるウィップとは各拌の動作をムチ打ちに喫してムチ打たれた。 攪拌されたおいする。30%以上の乳脂肪分を含むクリームが空気を含むように攪拌されるとコロイド状となり脂肪の雫のつらなりの中に空気が包状に含まれることで攪拌前の体積の倍ほどの傘になる。しかしそれ以上さらに攪拌を続けると脂肪の雫はコロイドを壊して密着しバターとなる。乳脂肪分の低いクリーム。 ライトクリームや牛乳は、攪拌しても、同様にはならず、脂肪分の高いクリームが、安定した泡を形成する。ホイップクリームの物性上の特徴は、乳脂肪分の比率や、攪拌時間だけでなく、添加物や、攪拌前の温度処理などによって変化することが、知られている。クリームは通常、泡立て器や、電動ないし手動のハンドミキサー、ないしは、 フードプロセッサーで攪拌される。ホイップクリームは砂糖、バニラ、コーヒー、チョコレート、オレンジ、その他のものによって風味が添加される。19世紀のレシピの多くはホイップされた泡を安定させるためにガムを得ることを勧めており、いくつかのレシピではホイップした卵白を加えるよう勧めていた。その他にもゼラチンやピロリン酸塩が泡を安定させる添加物として、 商業的に使用されていた。ホイップクリームは、ホイッピングサイフォンと称される製造機でも作られるが、多くの場合、泡を作る機体には、ア酸化窒素が用いられるが、これは二酸化炭素を用いると酸味が出やすくなるためで、ある。サイフォンは、のカートリージを取り替えることができるようになっているか、最初から加圧された機体が充填されたスプレーとし、小売りされる。加圧された状態では、 気体は乳脂肪分の中に溶け込んでいるが圧力が解放されると気泡が形成されホイップクリームが出来上がる。攪拌を高圧の下で行うと空気がより効率よく混ぜ込むことができホイップクリームの攪拌に要する時間を短縮できるためこの原理を応用した攪拌機も開発されているしばしば甘みや香料を添加したホイップクリームは すでに16世紀には人気を博しており、クリストフォロディメッシスブーゴ、フェラーラ1549年、ローマ1570年、リエージュ1604年などによる記述に様々なレシピが残されている。当時は牛乳の雪では卵白も一緒にホイップし、ローズウォーターや砂糖で風味をつけると指示されていた。こうしたレシピや19世紀末までのやり方では、 自然に分離したクリームを柳の枝やイグサ類の茎などを用いてホイップし表面にできた泡を少しずつすくい取って残りの液体を流すという号を1時間以上も繰り返していた。19世紀末にが登場して脂肪分の高いクリームができるようになるとホイップクリーム作りははるかに手早く簡単にできるようになった。フランス語でホイップクリームを意味する クレームフーエッテは1629年に使用されており、英語のウィップとクリームは1673年のヨーレーガル。スノークリームという表現を17世紀まで使用されていた。コーヒー、リキュール、チョコレート、果物など様々なデザートにはピラミッド状に盛られたホイップクリームが添えられ、あるいは混ぜられ、あるいは上に盛り付けられて、クレームアンムース、 泡立てた、クリーム、ムース、泡などと称され、さらには、フロマージュアラシャンティ、シャンティ風のチーズとも称された。チョコレートムースなど、現代のムースは、こうした伝統を受け継いだものである。アサンカチッソを使って、クリームをホイップする、ホイッピングサイフォンは、1930年代に、チャールズ・ゲッツの G ・フレデリック・スミスと一緒に開発にあたっていたと、 マーシャル・レーネックが同じ時期に発明した。両者とも特許を申請し、法廷での争いとなった。初心ではゲッツの特許は無効とされたが、高訴審ではゲッツの特許が認められた。クレームシャンティはホイップクリームの一生である。ホイップクリームとクレームシャンティの違いは明確なものではない。両者を別のものと扱う、書き手たちは甘みをつけたものを クレームシャンティ、つけていないものをホイップクリームとしている。しかし、大部分の書き手は両者を同義語として扱っており、いずれにも甘みが加えられているとされるか、いずれにも甘みが加えられていなくてもそう呼ばれると知っている例もあり、甘みは入れても入れなくても良いとする説明もある。多くの書き手たちは、二つの表現の一方だけを甘みが加えられたもの、ないし、 加えていないものについて、使っているので書き手たちが、意図的な使い分けをしているか否かは判然としない。クレームシャンティを発明したとして、しばしば不正確に、証拠もなく研究される人物であるフランソワ・バテールは、17世紀半ばに、シャンティ以上のメートルドテルを務めていた。しかし、シャンティ、シャンティの名を、ホイップクリームに結びつけた表現が書出するのは18世紀半ばのことであり、 同じ頃にはが、で昼食に出されたクリームを褒めたたえているが、それについて、詳しいことも述べていないし、シャンティに関わるなでの言及もしていない。クレームシャンティ、クレームドシャンティ、クレームアラシャンティ、クレームフウエッテアラシャンティなどの表現が、一般的になったのは、19世紀のことである。1806年、BR の初版は、ホイップしたクリームにも、 シャンティの名を冠したクリームにも言及していないが、1820年版からは、その両方への言及がある。シャンティの名が使われるようになったのは、おそらくは、シャンティ以上が美食の象徴的存在となっていたためで、あった考えられる。ホイップクリームのイミテーションは、英語では、ウィップトトッピングとか、スキャーティクリームといった名で商品として流通している。日本語では、 植物性油脂を乳化させて製造するイミテーションを、スミオクリームに対して、ホイップクリームと称して区別することがある。こうしたイミテーションが用いられる理由としては、以下のようなものがある。こうしたイミテーションには、ある程度水素添加された油脂、甘味料、水、増粘安定剤、乳化剤が添加されてを防止するが、これは、ホイップクリームにおける、 乳脂肪の代わりにマーガリンを用いようなものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。